とじゃあマニアックなとこ言いますね、うん、TF さん、東京ワンオクのデイで偏光グラスを使うのがどこのブランドの何の価格がおすすめですか。偏光グラスについて。それは村岡さん、あれどうだ、僕ですか、うん、僕最近使ってるのがスミスのサングラスなんですけど、レンズ込みで2万円ぐらいで買えるんですよね、うんうん、で、まあ、僕いろんなサングラス使うんですよね。もちろんタレックスとかも使ったし、あの、まあ、いろんなスポーツで、まあ、レンズいろんなの使ったんですけど、俺の目に合ってるのかすごい見えやすいですね、スミスの、うん、まあそのスミス自体が本当いろんなあのスノーボードとかのレンズも作ってるぐらいだから超一流なので間違いないはずなんですけど、そんなにめちゃくちゃ高くなくて見やすさ、見やすくて、あとちょっとおしゃれなんですよね、釣りメーカーのサングラスとしては、うんうん、なので僕はよく使ってるのはスミスのサングラスをよく使ってますね。それは何だろうな、タレックさんから、まあ、かあの契約はしてないんだけど、タレックさんから毎年サングラスいただくんで、基本全種類、最新のは試してないけどとか、あのコパーみたいな抹茶色のやつは、あ、それも1個は持ってるかな。だから基本主要なのは一通り試した結果、イーズグリーンが一番いいなと思ってますね、東京ワンオークだった、あ、なんかバランスがいい、うん、で真っ昼間の日中のカンカン照りの時だけちょっと眩しすぎるんだけど、そんなないじゃん、東京ワンオークの、そうですね、真夏の土日中で、だからそういう時だけちょっとあのテレビスポーツとかの濃いやつを使うけど、真面目からトータルでいいのはイーズグリーンですね。だってイーズグリーン結構透けるんで、まあ目も見えるし、なんだろう、なんかちょっと変な怪しい人感が出る、あの色付きサングラスのやらしさが出るんで、ミラーレンズつけるといいですか。ん、多少落ちるけど、つけるとちょっと暗くなる、ちょっと暗くなる、だから最近はつけてないで、で怪しく思われるんで、怪しくなろう、先になっちゃえばいいやと思って、怪しい感じでやってますね。すげえアドバイス。怪しくなっちゃえばいいんだよね。多分結構目によって、あの人によって全然違うから、うん、人によって違うんだよね。本当、で、お店でかけてもね、分かりきらない。やっぱ現場に立たないと分かんないから、そうだよな、もうね、試行錯誤じゃないですかね。だから、やっぱり薄いのから買ったらいいと思うんだよな。うん、そうですね。うん、で薄いので足りないとき濃いの買えるんで、はい、濃いのからいったら、まあ、どっちみち薄いの必要じゃない、混ぜるよ、ですですね、それ間違いないですね。でグリーン系か茶色系か、もう本当人によって割れるんで、多分目のあんじゃないかな、その眼球が茶色っぽい人は目がいいとかさ、うん、茶色がいいとか、そうですね、雪目になりやすい人となりにくい人で違うとか、これちょっと茶色がしさが逆になんか見える感じしますね。